日本語読めれるか。いやね、最近このコメントをよくもらうことがあって、あんっていうのが好きです。どうしたみんな、頭やられてきたか。病院に行ってこいって言いたいんだけど、最高の治療法を見つけてきたよ。一旦他の実況者見よう、そしてその後僕の見て、どんだけヤバいやつのを見てるかっていうのが分かるから。はい、それじゃあアンが好きっていう変態な視聴者さんたちは置いといて本編入っていこうか。どうもアンキングです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース When GG means Git Gat カッコトロールということで、ゴールの時もっと上手くなるよという意味っていうことでしょうか。確かにサムネはやられた時に出てくるマークしてるよね。で、これ気になったんだけど、そのコース名の問いかけ、こちら側に言ってるのか、それとも制作者自分自身にゴール前の制作力に言ってるのか、とても気になるところですね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.91%。いや、オープニングではね、変態どもとか言ってしまったんだけど、ありがたい話ですよ。どんな言葉でも一つでも好きになってくれるワードがあるなんて、そんなみんなに一言だけ言いたい、この変態どもが。ちなみに僕が一番好きな言葉は言っていいかな、シャッカナーだね。なんでかって、楽だからさ。ガイワクシャッカナー。いつも思うんだけど、タイミング良すぎないか、あの罠。たまたま魚が出てきただけだよ、本当に。アテレコですって言われるのも仕方のないことだなと思います。ここは何もしない。なるほどね、これで上に行けばいいか。出た出た、意味のわかんないおたけび。誰に向かって叫んでるかわかんないやつね。そういえば最近さ、マックの黄色いやつあるじゃん、ドナルド。あれと笑い方が似てるって言われてるんだけど、そうかなと思って調べたんだよね。そしたらマジで似ててさ、うわさまー、ちょっと調べてみて、ドナルド笑い方って入れたら多分出てくるんじゃないかな。そしたら、うわははは、マジで似てるから、ちょっと充熱落ちちゃった。いや、本当に調べてみてほしい。多分ね、笑えると思う、僕だけ。さあ、土管に入っていこうか。土管にありませんね。上か、上でいいのか。そっちかー、そっちもかー。さあ、ファイヤーフラワーを通ってどうすればよかったか。一旦左の方行ってみようか。鉄球が出てきた裏、鉄球は落ちてこない。じゃあ右の方で照準してみる。これでも落ちてこないか。じゃあ右下行く必要がある。あ、わかった、降りた瞬間すぐジャンプだ。これで先進めるんじゃない。オッケーオッケー。さあ、チビになっていこうじゃないか。あ、危ない。ぬるいね、ぬるすぎるぜこのコース。こっから10秒以上持ってやろうじゃないか。何もしないでいい、一生よし。皆さん知っての通り、私マリオメーカー配信者として活動させてもらってますけど、その中でもリアクションが大きいやら声がでかいやらなんやら、いろんなコメントをいただきます。でもそんな僕があえて15倍ぐらいリアクションを大きく取ったらどうなるか検証をしていきたいと思います。さあ、ここはハテナブロックを叩いてみよう。なんら変わりがなかったな、いつもと。ごめん、今のなし。今から15倍ぐらい激しくしていく。ただ声うるさくなるかもしんないから、音量最小にしといてね。ここはジャンプをしていく。そしてここはうるさくなった、アンビリーバブル。もうやめるわ、いつもとなんら変わりがない。だからもういつも通りやっていきたいと思います。さあ、画面の前の可愛い子ちゃん、僕を見てるかい。君の瞳にマイベイビー。やべえ、言ってることが意味わかんなすぎて全然笑いもできねえ。ホールド上っていいのかい。上を失敗したら罠に引っかかるとか、そういうパターンでもなさそうだ。オンオフ変わってくれたね。そしてこのまま右に行けっていうことかな。いや、ちょっと狭くないかこれ。きつい。え、これ連打していけってこと。え、こんな生き方で合ってんのかな。このハテナは何もない。これ左を失敗するよ、左を失敗。うわ、どうしよう、これ下降りてっていいのかな。まあ下降りていくしかないんだけど、ツタに捕まっておく。さあ、ここを越えるにはキノコが出てくるはず。だからここがキノコだ。違うのか、右か、こっちか。邪魔すんだ鉄豚が。この動画を見てる人たちに言うぞ、僕をとんでもなく面白いやつと思ってくれ。そしたら僕が何を言っても笑えると思うから。例えばだ、おならプー。ちょっと待って。どんどんさ、退化してきてないか。僕さ、実況4年ぐらいやってるんだけど、なんかどんどん悪くなってきてるような気がする。これ下に行っていいのかい。僕はキノコ様を信用するよ、お願いキノコ様。ナイス、こっちで合ってたんだね、キノコ様を取ることが。さあ、ここでつららを越えていく。やめろー。ちょい、みんなマジごめん、今の本当に忘れてくんないかな。あんなことで笑うなんて、すんなよマジで。僕自身もすごく恥ずかしかったんだからな。じゃあ、ここは右を心配してブブーって言われましたね。上も閉じ込められました。下に行けばいいのかい。何があるんだ。
たまよ。皆様、もうすぐ7月となりますけど、7月6日、何の日かご存知でしょうか。そう、あの大人気 YouTuber、ピオキングの誕生日でございます。しかも彼はその周辺の日に実写ライブを行う予定みたいなので、ぜひ顔を出してやってください。ただその前にみんなに一言だけ言わなきゃいけないことがある。スパチャありがとうございます。こういうやつ俺、もうちゃんとやるわ。ゲームのことだけに集中して喋っていこう。制作者に対して申し訳ない。じゃあ次は右下が光ってるってことは、この地下ブロック降りたら道が開けてるみたいな。よしよしよし、右のブロック開かないで。時間ポイント、僕に時間ポイント送れ。右に見えるな。下のブロックは解けないのかい。解けないっぽい。じゃあガリガリに当たらないようにスピンでいこうか。スピンして右に行く。だからこのままどうすればいいのか。え、魚さん、魚さん、もう分かったもんね。ここは右ダッシュすれば先に抜けれる。そういうことだろう。そして中間は、マリーどこにいるの。ジャンプしていい。よしよし、中間よし。あっ、お前さ、ナメクセイに戻ってろ。次は絶対に取ってやるからね。あの隠しブロックに引っかからなかったらいいんだ。見てろ。助けてよみんな。このコース本当に難しすぎるよ。このチェックポイント取るのがマジで難しい。いやー、俺やりたきゃ。ピャーキャピャーキャ。急に保育園児ミンバトで害悪を倒した保育園児。さあここは、うん、持ってよかったのかい。この亀の甲羅はどうしようか。入って上に行こうか。右上嫌な予感がする。音符叩いて一旦上に行こうか。あれ、笑うとこ違ってる。このコースさ、めっちゃ難しくないか。罠の一つ一つめっちゃ多いような気がするね。おった、オープンブロックがあったね。ということは上に行くなと、そういうことなんじゃない。あの氷ブロックラルって書いてんじゃないのか。じゃあ下に行ってみよう。分かってる分かってる。こんくらい右にダッシュすればあのブロックが開いて右に連れて行かれる。なんでこんなにも上手くなってしまったんだろう。じゃあオンオフをして進むのかな。いや、一旦進まないで行こうか。そしてすぐこの土管に入れないで行きますわ。まあまあまあ、なんか今みんなの声が聞こえた気がしたんだよな。右の扉入ったら何があるんだろうみたいな、そのみんなの期待に応えた結果がこれ。感謝してほしいぐらいだね。チャンネル登録と高評価お願いします。誰がするかそんなことで。左の下すげえ怪しい。取らない方がいいと思う。次はあれ罠だよ。だからこのオープン乗ってみる。バレー、右押しっぱで間違いないですわ。そうすることによって上に行って、このハテナブロックは何ですの。なんか矢印で今度は下を取れっていうことかい。でも僕は下を取らないで、ここは L 字抜けっていうことができるんだ。一発マリオ名人よ、舐めて。今さ、目の前の窓にカナブンが張り付いてるんだけど、裏の部分が見えてめっちゃ気持ち悪いわけよ。だからその気持ち悪いのを共感したいから、カナブンの裏の画像を貼っていい。超迷惑。じゃあ次はスタートっていいっていうことだったよね。オッケーオッケー。そして右のあのガリガリのところ行けっていうことか。ここ絶対落としてくれるんじゃないの。多分そうだと思う。だからジャンプしていこう。オッケーオッケー。そしてあの土管、素直に入らせてくれんのか。いや、どうなんだろう。一体何もしないでおく。いや、ここは多分ジャンプしないとリュートン乗れない。だからジャンプしてすぐ左を進歩だ。待て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 。よし。で、この部分はキノコ様。なら、ここは何もしないでキノコ様を待っておこう。そしてこのブンブン丸を一回でも踏んで倒すんだ。よし、ざまねえな、ブンブン丸よ。そしてここはハテナを叩いてどうすればいいんだい。ブブブブ、無理物。ハテナを叩く。で、無機物が出てくるから左上でかわせってことなんじゃない。よし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 。そしてキノコを取るでしょ。で、ドクロレットに上に連れて行かれんのかな。いや、絶対そうだよな。下じゃない。オッケー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 。で、こっちでいいの。違うみたい。この扉は絶対あのラルっていう場所なんじゃないの。ですよね。ああ、上に行ってジャンプすればよかったのか。分かればこっちのもんよ。さあ行こうじゃないか、ドクロリュート。そして右下に行ってあのツタに捕まるんだよきっと。そのためのツタだ。そんくらい分かってんだよ。オッケーオッケー。何やそら。どのタイミングで降りればよかったっけ。もう分かんねえわ。もう噛んでいく。このタイミング、ちょっとここ無言でやります。タイミングはめちゃめちゃ難しい。ツタに捕まってこのタイミングでジャンプだ。よしよしよし。いや、もう何もしたくねえよ。
俺は。一旦ここ叩いてみる。まあそこはいいんだけど、右、あ、これ落ちるやつだ。だからまずいよ。多分このドアに行った方がいい。オーケーオーケーオーケー。さあそろそろ中間ポイント欲しいよ。見えた。ないでないで、ここから右ダッシュ。うわあ、危ねえ、マジで。さあもうゴール近くていいよ。何やってんだお前は。ここ隠しブロックとかあるんじゃないのか。多分ね、こっからそんなに長くないと思うんだよな。うわ、まだ見えねえかゴール。ああ、よしこじゃん、久しぶりよしこ。あのよしこに絶対乗ってやる、このテイクで。さあこのハテナブロックを叩いて。なんだその動きだ。この角の作るギミックが大体読めたね。さあ行こうじゃないかよしこ。うわ、よしこ捨てなきゃいけないのかな。いや、僕とよしこは運命共同体、ずっと君を離さないよ。頼むよしこ。よしこ優秀すぎんだろ。これからもずっと一緒にいようね。さよならだよしこ、お前はずっとそこで引きこもってろ。助けてよしこ。え、今んとこどうすればよかった。なんかこの辺で爆発したいな。オーケーオーケー、これで先に進めるのか。結局よしこを捨てなきゃいけないよな。そしてここは右。あぶねえ、あいつハローじゃねえんだよ、カロンだよお前は。さあこれオンオフをして。なんで？オンオフしたらいなくなると思ったけど、いなくなんないんだな。じゃあ勢いをつけてジャンプして先に進んでいく。おし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 。でこっからつららに当たって右に行くでいいのかな。いやマジでそろそろゴールあってもいいんだけど。危ない。なんかモブキャラのセリフの危ないだったな。あのリフトの下にゴールが隠されてるとかそんな感じないから。いや、かけて行ってみる。頼む、こっちでゴールが。え、出せー。珍しく僕の勘が外れたみたいだね。じゃあここは急いで行けと。そういうことだ、ジャンプして。このタイプでもいける気がしねえな。じゃあ上に行くでしょ。隠しブロックが通り過ぎたところですぐジャンプ。よしよし、ゴールが、早くゴールが。なんでないの、せめて姿を見せてくれゴールよ。左の土管は何もない。じゃあこのフラー取れっていうことだと思うけど、普通に取らせてくんないよな。危ない危ない、左か、このフラーは取ってくとか。早くよしよし、危ねえ。早くゴール、もうゴールまで一直線に行こう、ダッシュで行こう。そうすればゴールが見えてくるはずなんだ。さあ上に行っていいのか、キノコを取るべきか。記録を取っておこうか。取れないっていうのは分かってんだ。何かしてくれんだろ、上の砲台が。分かってんだ。助けてみんな、このゲームに殺される。ここはどうすればよかったんだい。記録を取ってすぐ右に逃げればよかったのかい。そうだ、それで行こう。取れねえ、危ねえ。あ、分かった分かった。一旦さ、この砲台出しておかなきゃいけなかったのか。そうしないと右上にキノコが降ってこないみたいな。オーケーオーケー、これでよかったのか。さあゴールよ、姿を頼む、姿だけでいいから。なんで見えねえの。Z でいいわけねえだろ、ここ絶対隠しブロックあるんじゃないのか。ナイスやし、トイマッサージをしてやるぜ。逃げるな。左をシンパしてみようか、それで進める。よし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 。素直にドアにだけ入らして。あのツタは絶対上をシンパしない方がいいと思う。だいたいああいうのはしない方がいいんだ。惜しいか、これやられてないか。大丈夫大丈夫。上の扉は何だろうな。まあこれでゴールが目の前にあってくる。あるよ、よし、街は見たぜゴール。もう何もいらないからだ。ドクロレッドに青いドカがあるけど発動しないでくれ。僕は何もしないぞ。頼む、いやー、ゴール前は一回引っかかればいいんだ。もう何もいらないからな。乗った瞬間右ダッシュでそれでいい。頼む、ゴールさせてくれ。やったーやったーやったー。ははははキッチン。めちゃめちゃ疲れましたね、このコース。一発マリオもやめようかなって思うぐらい疲れました。まあやっていきますけどね。すごい楽しいコース、ありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオスカルスホールということで、ドクロの穴ということですね。まあサムネの見たまま、ドクロをどかしながら下に進んでいけっていうコースですね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 2.03%。ただドクロリフトに乗って下に進むだけだから、そんなに難しくないと思うんだよな。ゴール条件もないし。そんで一つ気になってることがあって、あの砲台から何が出るか。鉄球、鉄球出るってことは、この鉄球をかわしながら、しかもこのドクロリフトをどんどん避けながら行けってことでしょ。ちょっと待ってね、これ感覚がめちゃめちゃ効くわ。
この青いドクロリートがあるじゃん。感性が強すぎて。まあまあでもそれそんなに難しくないかもしれない。邪魔だよ敵が。早く行く作戦で行こう。チョビちゃんでなるべく早くどんどん下に行く。ちょいちょいさこの白いドクロリートが混じってるのか。マジで疎んでた。なかなか難しいですわよこのコース。クリア率 2% だからといって甘く見ていた僕がバカでした。危ないね今の方だ。めちゃめちゃ速くなってなかった。さあここでドクロリートちょっと待ってて。危ない。ちょ待ってって。いいね。誰か助けて。語彙力なくすってこのコース。もともと語彙力なんてあったもんじゃないですけどね私。しかもさこれめっちゃ長くない？どんだけ下続いてんだろうな。ちょっと一旦ここら辺で落ち着こうか。もう一個一個行ってそしてまた次上戻るみたいな。これでいいんじゃない？いやいけるいける。これいけるぞ。あの鉄球がなくなった後にもう一回また鉄球を、そしてあの白いの乗る、そして見えた見えたゴールが、頼む。もうクリアテイク見せちゃいます。そこまで人気じゃない YouTuber としてさっさとクリアテイク見せちゃいます。さあこの青いドクロリフトに乗って一旦上に逃げておいた方がいい。でこの白いドクロリフトに乗るじゃん。そしたらね青いドクロリフトの下に隠れれるんだよな。だからこれ隠れる。オッケー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 。これゴールできるんじゃない？やったこれも面白い一発マリオでしたね。人によってはイライラするかもしんないけどマジで面白いからおすすめですね。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。